いやいやです。このままプチ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 プニプニプニ。こんにちは、ジャンガリ美容室です。いつもご視聴ありがとうございます。今回は主人のカットということで、これからもしゃもしゃ頭を切っていきたいと思います。それではスタート。主人はくせっ毛なんですよ。なので、2、3ヶ月経つと結構ね、跳ね始めてまとまりがねつかなくなっちゃうので、だいたい2、3ヶ月に1回主人と母をカットしてるんですけど、誰かね私の髪の毛もやってほしいなっていつもやりながらね思うんですけど、美容室に行けばってね言われるんですけど、なかなかね気に入った美容室もないし、お金ももったいないかなと思って、自分でなんとかできちゃうので髪の毛を染めたりするのも自分でやってます。ケチってるわけじゃないんですけど、なんかそこまでして美容室に行くヘアスタイルも決まってないので、そのうちまた決まったら自分のご褒美で行ってこようと思います。主人の左横のところでナルトが寝てるの見えますか？髪の毛をねいたずらしたりしたら困るので、寝室の方に金網をしてこっちに来られないようにしてるんですけど、やっぱり見えないのはかわいそうなので、向こうからね結構ねこっちの様子を伺ったりして、今はちょっとねいい子に寝てますけどね。だいぶ髪の毛も切れて少し形ついてきたと思うんですけど、ここから先はちょっと編集をいたずらしましたので、音楽とともに楽しんでみてください。すごい毛ついちゃった。はい、映像と音楽いかがだったでしょうか。格好ねつかない夫婦なんで、どんな編集してもあまり決まらないんですけど、
楽しんでみました。そうこうやってるうちにですね、髪の毛もカットし終わって、今乾かしながら髪の毛をね落としてるんですけど、今回はミストを使って髪の毛に動きを出してみようと思ってるんですけど、普段主人はねあまりこういうのをつけたがらないんですよ。なんかベトベトしてハゲたら嫌だって言って無理やりつけてヘアセットしてみました。ナルトがね、まだって言ってもう退屈そうに待ってるので、急いで終わらせたいと思います。カット終了しました。まあ恒例のありがとうございましたっていうね、下りをやってますけれども、ここから主人のビフォーアフターを見ていただきたいと思います。こんな感じに仕上がりました。こっちがいいの？どっちですか？どっちですか、ナルトさん？こっち。残念。こっちでいいの？ないで。かわいそうだって。こっちだよ。見つけたの？こっちだよ。見えないのか。はい。死ね。惜しかったね。はい。おしまいですよ。終わりです。